皆さんどうもこんにちは。今回はロンドン大学の研究結果などをもとに運動以外で代謝を上げる方法について動画で解説していきます。では行きましょう。まず早速ですが、楽して痩せるためには代謝はめっちゃ大事でございます。特に基礎代謝を上げなきゃダメよとよく言いますが、この基礎代謝をダイエット的に言うと自動でダイエットしてくれるシステムでございます。例えば基礎代謝が高くて1日 1700kcal 自動で消費する人もいれば、同じ身長体重でも基礎代謝が低くて 1500kcal の人もいる。これは1年間で 73000kcal も消費カロリーが異なることになりますが、体脂肪 1kg 落とすのに必要な消費カロリーが 7200kcal と言われておりますので、代謝が高い人はそれだけでたった1年で 10kg も自動でダイエットできるわけでございます。運動や食事で体重 10kg 落とそうと思ったら超しんどいわけでございますが、これを自動でダイエットしてくれるシステムがあるなら、もうそれは使うしかないでしょと。そんな代謝を高める最も基本的なことは、もちろんたくさん運動して筋肉量を増やすこと。ただこれだけ言ってグッバイと動画を終わらせると、そんな当たり前のことを動画にすんなと怒られてしまいそうですので、運動以外で代謝を上げる方法3選について早速解説させていただくと、1つ目が高タンパクな食事でございます。ペニントン生物医学研究センターの研究によると、摂取カロリーのうち 25% をタンパク質で摂る高タンパクな食事をすると、たった1日で代謝が 130kcal も増加し、さらにその食事を8週間続けたところ、1日あたりの代謝が 259kcal も増えていましたよと発表していて、他にもヘルシンキ大学などが行った研究でも、タンパク質 25%、糖質 45%、脂肪 30% の高タンパク食を食べると、タンパク質 15%、糖質 55%、脂肪 30% の中タンパク食グループと比較して、たった2日ほどで安静時のエネルギー消費量、要するに代謝が1日 120kcal 程度増えていましたよと発表していて、当チャンネルではタンパク質大事ですよとちょこちょこ紹介しておりますが、なんと代謝を上げるのにも一役買ってくれると、そういうわけでございます。あとちなみにケンブリッジ大学の発表によると、高タンパクな食事はこんな感じで、食後の満腹感もかなり高くなることが分かっておりまして、糖質制限は痩せるのよとめっちゃ流行っておりますが、この原因は糖質食べない代わりにタンパク質を食べる量が増えて代謝が高くなったのと、満腹感が増えて食べる量がそもそも減るからなんじゃないのと考えられていたりもいたしますので、ぜひ参考にしていただければと思います。そして次、運動以外で代謝を上げる方法2つ目がコーヒーでございます。ロンドン大学の研究によると、コーヒー約1杯分の 100mg のカフェインを摂取した被験者は、その後約150分にわたって安静時の代謝が 3% から 4% アップ。さらには2時間おきにカフェイン 100mg を6回にわたって摂取してもらったところ、代謝が 8% から 11% もアップしましたよと発表していて、例えば私中瀬の基礎代謝が1日約 1700kcal でございますので、これが 10% アップしたとすると、1日で 170kcal 分消費カロリーが増えますが、これは単純計算ですが、1年間で 8.6kg も体脂肪が落ちる計算になりますので、コーヒーはすごいと。ただ2時間おきに1日6杯もコーヒーを飲む生活をしていると、目がギンギンになってなんか別の問題を引き起こっちゃいそうですので、コーヒーは多くても1日3杯前後、カフェイン1日 400mg までにしていただくことがおすすめでございます。あともちろんですが、砂糖入りの甘いコーヒーでカフェインを摂ると代謝は上がりますが、それ以上に摂取カロリーが高くなりますし、挙句甘いコーヒー毎日ゴリゴリに飲んだら前より太ったんだけどどうしてくれるの中瀬さんみたいなコメントするお砂糖野郎がおられましたらグッバイでございますので、カフェイン摂るならブラックコーヒーにしましょうと、そういうわけでございます。そして最後、運動以外で代謝を上げる方法3つ目が水をたくさん飲むことでございます。医師である池谷敏郎先生が書かれた代謝が全てという書籍に出てくる研究によると、1日 1.5 リットルずつ水の摂取量を増やすと、毎日のエネルギー消費量が 50kcal 近くも増え、さらにはこの習慣を1年間続けると 17,400kcal 分余計にエネルギーを消費することになる。これは体脂肪 2.4kg も落ちることになって、水飲むメリットがすごいんですよと本書で語られているわけなんです。じゃあなんで水飲むだけで代謝増えるのと、その理由についても解説させていただくと、それは自分の体で飲んだ水を温めることになるからでございます。例えば極端な話ですが、キンキンに冷えた水を 500ml 飲んだとしても、1時間も経てばそのお水は体温と同じく36度前後になっている。これは自分というやかんを使って水を温めたということでございまして、その温めた熱エネルギー分消費カロリーが増えると、そういうわけでございます。ただもちろんですが、じゃあ毎日キンキンに冷えた水を5リットル飲めばめっちゃ痩せるじゃんみたいにして実践すると毎日シャバシャバのうんぴーが出たりとなんか体に悪そうですし、この研究で使われたお水は22度ぐらいだったとのことでございますので、代謝を上げるためにはちょい冷ための水がおすすめですよと、そういうわけでございます。さらにですね、こんな感じで永瀬の本棚公式 LINE ではゴリゴリに痩せる方法を配信しておりまして、一般的なきつくてしんどい我慢重視のダイエットではなくて、今回のように科学的根拠に基づいて我慢なしで腹筋をバキバキに割りたいんやと思う方は概要欄のリンクからご覧いただければ嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。